はい、どうもこんにちは、ぶんぶんです。今回はゼドを使ったデッキを作っていきましょう。はい、帰ってきたゼドという風な感じで、ゼドルルですね。ルルがね、実装された当初はね、かなり流行っていたという風なゼドルルデッキが今ね流行っているというところでね使ってきました。はい、まあフォーマットは結構違うのかなというところです。なんかね、今の形だと老子を入れていたりとか、あとはここのね鉛の盗賊入れていたりとかっていう風な形が多いんですけど、まあここら辺はね、自分用に変えています。まあ妖精入れたりとか料理人、またはポニーテールとシュシュ入れたりしています。はい、まあこの使い方はね、サポートデッキにはなってるので、サポートデッキをね、使ってる方、またはルルを使ってる方がいればね、使いやすいデッキにはなってるのかなというところがあります。はい、まあ口で説明してもね、そこまでわからないというところもあると思うので、試合の方を見ていただければなというふうに思います。まあデッキの内容は概要欄に書いてありますが、言っていきたいと思います。ゴースト1、フェザーが3、決意2、妖精2、ふわふわ3、スティール3、警戒も3、魔女3、料理人2、総の行3、スライド1、ゼド3、ルル3、ポニッシュ3、アンセス3、ゴールデンイージス2というふうな感じになっています。敵の付け方などは試合見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。はい、間違いいたしました。お相手はゼドルルと一緒かな。はい、一緒だと思います。これでいいかな。まあ警戒も持っておきましょうか。はい、これでいいっすわ。2ターン目、まあユニット引ければうまいけど、あーまあ戻ってきたね。まあこれいってですね、パッピフィンフィンってな、相手もパッピフィンフィンってこれですね。で、パスだ。はい、あなたの盾になる女。じゃあここは、まあ、パスでいいかな。はい、パスしましょう。ここ食らってしまうんですけど、特に次ゼドを出したいので、はい、鋼の盾を。で、ゼド行きましょう。我は暗闇の刃。いやー、今なーっつった。援護する、援護する。まあパスでいいか。はい、パスします。道を間違えたぜ。オッケー。はい、で、レンジャーの決意、いいね。守り、撃つ。いや、ここは、はい、連結撃って、で、警戒も、まあ警戒も類があるなら、ここはわざと死んでしまってでもいいかなと思います。そうっすね、そうしましょう。うん、で、行きましょう。薄暗き道を恐れる。で、パスだ。じゃあここはスライドもあるので、しっかりとね、行きたいというところもありますね。まあ見習い魔女は出してていいか。はい、見習い魔女出しましょう。人参が飛んでる。少々待ちせーっつってなって、オッケー。やっとり。じゃあこれいいかな。優美な力を、美しき刃をつな。カーサシャ。死のごとく。相手にならん。これいいかな。はい。か、ここの、ここ取っちゃおうか。はい、これです。ここ。うん、後悔するなり。はい、で、相手はブロックと、そこブロックしてきて、いや、こう警戒モード逃がりましょう。これです。OK。 はい、師匠、前こそ影。はい、で、パスタで、ルル。影は忠義に報い、忠義に報いる言うてる女の子が出てくる。じゃあここルールでいいかな。笑顔でいれば悩みは解決ですもん。解決ですわ。見て、戻してくれ。じゃあここはスライド打っちゃおうか。はい、スライド打っちゃいましょう。はい、スライド打ちましょう。これどこ。うん、はい、責務を果たす。で、じゃあパスと。じゃあここはごめんねと。あはっつってな。これでいいかな。はい、これいきましょう。ゴー。オーケーオーケーオーケー。うん、
はい、まあ相手はどういなしてくるか。逃げられるものか。まあルルを取ってくるかゼドを取ってくるか、まあ層の行とかあればね、取れるってやらないんですけど、オーケー、じゃあパスコ。うん。我こそ影に抱かれる。まああとはね、アタックしてしまえばいいので、同じようにね。パスコ。はい、ピックスお願い入る。じゃあ見習いましょう、オッケー、ジジイエス。はい、マッチングいたしました。お相手はアッシュキンドレッドという風な感じですね。ここは全マリするか、料理人だけ持っとくか。はい、これですね。で、料理人引いてふわふわ引いてという風な感じか。で、ゴールデンキャンタマー、じゃあまあここは料理人でいいかなと思います。あー、もうこれ来たならな。いや、料理人で、戦いもスパイシーに。はい、戦いもスピーシーに。で、ローバンバンといきましょう。はい、オーケー。で、パスタ。で、ゼド、あ、ゼド行くのね。じゃゼド行きましょう。薄暗き道を教える。はい。で、パスタ。オッケー、パスタ。いいっすね。じゃあ、ゼド行く前に、あ、まあ、ゼド行っていいか。はい、ステーキにしていきましょう。うん。これですね。はい。で、鋼。オッケー。まあ仕方ないですね。私の矢が買わせるとでも思った？はい、レベルアップしましょう。盾兵置いて。あなたの盾になる。あ、いや、ここレベルアップできないわ。ごめんなさい、間違えました。はい、ここ死にますね。うん。そうだね、様子がそうだ。暴れると花に戻っちゃうの？うん、でパスね。で、レンジャーの決意。ここはゴールデンイージスとスライド。行きましょう。デススルー。はい、ブエブエブエと。じゃあ、ここはゴールデンイージスとしましょう。ここでいいっすね。ここに打つのもありだけど、ここです。ここです。うん。目標を示す。はい、目標を示す。じゃあここはこれでいいかな。構え。はい、これですね。オッケー。はい。で、じゃあここでフライパンを食らえ。フライパンを食らってもらいましょうか。ゴー。腹が減っては戦はできぬ。はい。うん、まあレベルアップはしてくれるのでいいかなと。はい、オーケー。生き残るは強者の、生き残るは強者の。で、ここはふわふわじゃなくてこっちでいいかなと思いますね。ふわふわ、はい、両にしましょう。出回し屋に飯を、はい、出回し屋に飯をっすね、これで。で、いいね。肉は叩いて柔らかく、肉は叩いて柔らかくってな。か、ここも横に広げちゃうか。これですね。一緒だと楽しいね。はいはい、はい、冬に飲まれる男。じゃあここはミラライマジマジ行きましょうか。はい、ほらリブ。はいはい、はじめまして。はい、オオカミさん、うん、じゃあここはステーキにしてやる。こうして、こうしてでいいかな。はい、まあこれでいきましょう。ゴー。食わせてやる。下がってろ。うん、で、OK と。食いすぎた。で、あとはスライド打っていけばいいかなと思います。はい、で、ヒガンガン、OK。 じゃあスライドで終わります。
はい、スライド。オッケー。はい、マッチングいたしました。お相手はゼドルールというふうな感じですね。このデッキめっちゃ当たってんのかな、なんかすげえ当たんだけど。でここはパスしましょう。はい、あ、いいね。はい、妖精引けたのはでかいですね。妖精出しましょう。じゃあ取り、じゃあ行きましょう。でパスでいいかな。まあここブロック行ってもいいんだけどな。ブロック行こうか。次どっちにしてもね、ルール行きましょう。戦いもスパイシーに置いてくよ。ふわふわ行きましょう。はい、でパス。わしの教えは肩破りでな。じゃあここは暗殺者でもいいかなと思いますけど、入るでしょう。来ましたわ。ここはどこ？で相手はどう来るか。あなたの盾になる。じゃあパスでいいかな。はい、気づかれないようにね。まあ、パスしましょう。オッケー。はい、でパス。でポニッシュ行きましょう。オッケー。心も剣もへし折ってやる。はい、へし折ってやる。いや、距離。じゃあここはこれでいいかな。肉は叩いて柔らかく。ははつくな。でいいかな。ゴー。腹が減っては戦はできぬ。はい、オッケー。うん、影は死のごとく。影は死のごとく言うてるお姉ちゃん出てくる。はい、で盾兵。いいね、盾兵も。闇が呼んでいる女出てくる。じゃあここは、はい、ふわふわ行きましょう。一緒だと楽しいね。はいはい、感覚を高めるには。どうし、じゃあここはそうだな、ポニッシュでいいかなと思います。優美な力を、美しき刃を。美しき刃を。ですな、これは。はい、じゃあここはブロックと、ブロックブロック。まあここいいか。 OK、 GG、 イエス。はい、マッチングいたしました。お相手はパイクレクサイという感じですね。ここは全マリしていきましょうか。はい、まあゼロ持っといていいかなというふうに思うけどね。まあ全マリでいいや。うん、はい、まあゼド来る。まあいいか。であなたの盾になる女。はい、パス。で層の行で戻り、まあ、パスしようか。はい、OK、でパス。でゼド行きましょう。うん、音もなく。でスナップ上で見るんで、まあここはいいですね。ここパスいいか。はい、長くはかかるまい。はい、 OK。 生き残るは強者の。じでパスいいかな。まあ、次スライドぶっ放していきたいかなってところもあるのでね。でここバリア張りましょう。はい、任せて任せてと。でもどき、もどき来るなら OK。 やったな、ティブ。はい、了解はい、了解しゃいっつな。はい、で群れを呼ぶ声。いいね、1マナのライン切ってきてくれたの嬉しいかな。はい、でパスしよう。でバフかかる。じゃあここ普通に、我こそが真の師だ。ここでいい。はい、であとはそうだな、ここで警戒も打ってもいいなってところあるんだよね。
警戒も打とうか。ボディーは OK。 はい OKOKOK。 でパスしましょう。でゼドこれでいいかな。かあーまあまあこれでいいか。 OK。 はい、ブロックする。まあ相手がねパイクの裏付けとか持ってなければいいかなというところもあるのでなさそうかな。 OK、 じゃあ勝ちだね。うん、笑顔でいれば解決ですわと。 OK。 はい、まああとは目が回ってもらいましょう。ここでいいですね。 GO。はい、試合の方はどうだったでしょうか。はい、この撮影の時ね結構疲れていてかなりねテンション低かったし頭も回ってないというような感じでプレイングミスばっかしてましたね。はい、で勝率自体もね結構悪かったのかな。ってかなんか自分が潜ってきた時はこのゼドルルデッキとあとは潜伏者が多かったのかなっていうところがあってね、うーん、潜伏デッキにはかなりボコボコにされたかなというところがあります。はい、やっぱ潜伏強いなっていうふうに思いますね。はい、まあ、このデッキはね早いっていうデッキでもありますし、またスライドとゴールデンイージスのね奮起を使うタイミングがめっちゃ大事なのでここら辺をね見極めていただければ勝てるようになるのかなというふうな感じです。はい、まあ、今回の試合がジジと思った方がいれば高評価チャンネル登録でもよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。